TBS ラジオ954玉結び玉結び玉結び。時刻は3時になりました。改めましてこんにちは、赤江珠緒です。こんにちは、カンニング竹山です。さてここからの時間は面白い大人、コラムニストの小田島隆さんのコラム、週刊日本の空気です。小田島さんに世の中のなんだかモヤモヤする物事や正解の出ないことについて伺って、あーだこーだ言っていただくコーナーとなっております。コマーシャルの後、小田島隆さんスタジオ登場です。 TBS ラジオ954玉結び。赤江珠緒玉結び。今日はコラムニスト小田島隆さんの週刊日本の空気です。小田島さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。さあ小田島さん、今日のテーマがね、はい、夏を振り返って一句ということなんですけども、うん、はいはいはい、小田島さんどうでしょう。今そこで作ってきました。出番なくつくづく惜しいセミファイナル。つくづく講師が出番がなかったんじゃないかって、ミンミンゼミからいきなりスズムシに、こんな急に ね、寒くなったら、ね、あ、なんかそういう感じがしたんで、うん、まあ、セミファイナルな感じだったかなと。さすがコラムニスト、うまいな、やっぱり この分野は私のね、主戦場なんです。失礼いたしました。すごいね、言葉の、ね、そうですね、選び方。なるほど、本当ですね、急にね、本当に秋かっていうような気温になりましたけれどもね。小田島さんは24時間テレビとかもご覧になっていたと。いや、ほとんど見てないんですけど。あ、そうですか。ちょっと最後のところのあれのところだけチェックのために見ましたけど、うん、マラソンですか、うん、まあ、例年変わらずだなと思ったんだけど、はい、で、まあ、いろんなこと言われてますけど、はい、私陸上部だった人間なんで、たくさん長く走る人は一応リスペクトすることにしてるんです、うん、あれ、小田島さん陸上部でした。そうなんです。何を種目を、短距離なんです。短距離、小田島さん、うん、本当はね、素質的には中距離だったんですけど、練習嫌だったんで、うん、なんか短距離になっちゃって、あんまり100とか200とか、へタイムの出ないタイプだったんですけど、へで、私の通ってた早稲田大学っていうのには100キロ俳句っていう、なんて言うんでしょう、催しみたいなのが、ま、例年あって、100キロ歩くというイベントが、私今でもやってるのかもしれないですけど、あったんですよ。で、私出なかったんですけど、何人か知り合いが歩いて、体壊してましたからみんな。やっぱりね、100キロはね、100キロはね、結構きついですよ。いきなりは無理ですよね。なんかね、3日ぐらい寝込んでね、1週間ぐらい出てこなかったですよ。そうです、でね、その後もなんかトラウマが心の傷が半年ぐらい残ったって言ってましたから。あ、そうですか。これ単純に小田島さん、100キロってこっからどこぐらいですか、場所でいうと。その早稲田の100キロ俳句っていうのは本庄っていう、本庄から、うん、から早稲田馬場まで歩くと100キロだっていうんで、そんな100キロは遠いな。結構ありますよね。ありますね。だから、ね、歩いてるだけじゃないかとかいう批判がありますけど、歩くだけでも結構きついって、うん、そうですよ ね本庄って考えたら、だって急行で行くとこですよね。そうです、電車もね、うん、新幹線止まるとこですから、ね、あ、そうか、そうか、なんかね、42.195キロが八王子ぐらい、そうか、だからそれを折り返してか、あ、もうまだ足りない、まだもう少し歩こうって、もう少し歩かなきゃいけない。いや、俺フルマラソンね、俺やったことあるけど、もうそれでうわーと思ったから、その倍のもうちょっとって考えると、ね、耐えられないな、ね、やめた方がいい、ね、だから本当に死人が出る前にやめた方がいいですよね。まあね、まあまあすごい距離でございます、うん、さあ今週はですね、すごいといえばこちらもすごかった、このニュースからいきましょう。前代未聞、延長50回で決着ということで、全国高校軟式野球選手権大会の準決勝が0対0のまま4日目に突入し、延長50回まで続いて決着がついたという話題がございました、はい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 、これって面白こぼれ話枠の話なんだと思うんですけど、ただ延長50回ともなると、投げてた子たちの気持ちになると一種大変だなって話になるでしょう、で朝日新聞なんかはなんかちょっと美談仕立ての作り方 の、松井を疲れさせるなっていうことで、バックが盛り立てたとか、なんだかそういう物語になってましたけど、これって軟式野球の準決勝ですよね。そうなんです。もう一つの甲子園、明石球場で、とはいうものの、ええ、産業記事で終わりな
そうなんですよ。とこですよね、普段はね。実はね、私ね、このね、軟式明石球場の決勝戦実況したことあるんですよ。そうなんですか。はい。そうするとね、決勝でもね、うん、まあ正直そんなに入らない。ですよね。人数はね、うん。ですからあんまり注目されない。うん、大会ですけども、でもこういうことでスポットが当たったのはちょっとあれなんですけども、うん、あの スポットが当たるのが延長50回だったからっていうことでスポットが当たって妨害が出たっていうようなのって、うん、競技そのものとか優勝そのものではなくて、うん、その苦行、苦しさの方に価値があるみたいに、うん、なんか世間が思ってるのかなってことは、やっぱ人はそういうのを見たいっていうところがあるんでしょうね。うん、この100キロ101キロ走った、うん、あのタレントさんの話でもそうですけど、リーダーの話でもそうだけど、なんかもともとね、もっと先にはもっと昔にはね、甲子園の話でもあるいは野球でもスポーツでもいろんな話があって、何か尊い目的のために人がたくさんの苦労をしましたとか、あるいは大切なものを届けるためにあのマラソンだってそういうものですね、あの 41.21km 走りましたとか、うん、あるいは母を訪ねて3000里歩きましたとか、はいはい、なんかその目的があって苦行があって物語があってセットで人は感動してたわけなんですよ、うんうん、だけどそのそこから前と後ろ取り去って苦行だけを自己目的化するみたいなことが、うんうん、例えば高校野球の現場なんかでも、うんまあ、苦しい練習に耐えて強くなろうよっていう話がもともとあるんだけど、はい、お前らとにかく苦しいことしとけみたいなことになっちゃうと、うん、で苦行が目的みたいになっちゃってる現場ってのはあるはずなんですよ、うん、で片や放送の現場の演出側で言うと苦行ってやつをコンテンツ化して人が苦しんでるところを絵としてあの流すと受けがいいぞみたいなことが起こっちゃってる気がするんですよ、うんうん、でそれはちょっと本末転倒なんじゃないかっていう気がするんで、やっぱりあの高校生のなんだろうな、少なくともアマチュアの大会ですから、はいはいはい、こんな苦しいことが起こってはいけないっていうレギュレーションをどっか考えておかないといけないんじゃないかなと。まさかこんなに続くとはっていう感じだったんでしょうけどね、うん、おぎまま、いろんな方がこれに対してコメントされてますけれども、はい、高野連に怒りなんていうのがありまして、ブログでですね、軟式高校野球の準決勝、4日間にわたる延長50回は残念、残酷のタイトルでブログを更新されまして、過ぎます。しかも勝った岐阜中京高校は試合の後すぐに決勝戦のダブルヘッダー、うん、さらに中京の松井投手4試合連続75イニング3分の2およそ1000球も投げ切ったのですと呆れ返った様子で綴ったと、うん、さらに小木ママ高野連に大いに不信感抱きました。こんなバカな試合やらせるとは教育機関なのかどうかと激しい口調で糾弾して残酷賞を指した高野連に緊急見解を求めますとまで追及の姿勢を見せたということです。一方ですね、野球の星野監督、両チームとも一人の投手が投げ抜いたと伝え聞いた星野監督はすごいな一人でかと驚きを隠さなかった。延長45回で決着がつかなかった前日にはいい人生じゃないか、試練の連続を経験しているなんてとエールも送っていたと、まあ、人によってさまざま受け止め方はあったということですね、うん、あのね、これってあの一つにはね、うん、スポーツだとか、特にスポーツはそうですけど、なんかとんでもない試練がもしかしたら起こりうるんだっていう緊張感が競技を支えてるっていう部分はどっかあるんですよ、うん、例えば F1 みたいな競技で、うん、あれ3年に一遍ぐらい人が死ぬじゃないですか、うんうんうん、であれ人が絶対に死なないようなスピードに抑えるとかいろんなクッションを山ほど整えるとかして、うんうん、絶対に死なないようにして競技をすることはまあ可能かもしれないけど、それすると競技のあれが失われるっていう部分が若干あって、うん、でこの人たちが命がけでやってるんだっていう緊張感込みで競技が成り立ってるってことはもしかしたらああいうものにあるんですよ。で野球にもあの野球を実際に経験した人たちからすると安全に大丈夫に楽に気楽にやってたんじゃ、うん、野球じゃないでしょっていう気分が、確かにね、多分競技研究者の経験者の間にはそもそもだってあの投げてあの高球があのスピードで跳ね返ってくるだけでピッチャーとかね、うん、あれ当たったら下手すと死にますから、ね、そうですよ、うん、まあでもこれ、まあ、そのちゃんと決めなかった大人たちはもちろん僕は悪いと思うんですけど、うん、何日にもわたってね、うん、0-0 でずっとやってきた選手たち、今ピッチャーばっかり言ってますけど他の8人もいるわけですよ。そうですね。だ例えばショート守ってる子がいれば、うん、その子がエラーしたらさ、うんうんうん、終わるわけじゃないですか、ね、すごいいいプレーだったんですって、みんなこれ
行くぞって感じで緊張の糸を切らずにみんな頑張ったわけじゃないですか、うん、そこはそこでちょっと褒めてあげてほしいっていうか、そうですよく頑張ったっていう、うん、そうみんなもギリギリまで飛び込んだりね、うん、見てた人が決してねだれた試合じゃなくて、うん、もうまだまだ続いたらいいのにっていうぐらい実は面白い試合だったそうですよ、うんうん、でやってた本人たちもまあ、もちろん体ヘトヘトになったり疲れたりをしてましたけど、うん、終わった後で負けた、広島の総督がですね、うん、その中京の応援に父兄まで、ね、一緒にスタンドに上がってその2時間後の決勝戦を、ね、一緒に応援してね、そうですか、なかなかそういう意味では良かったですよ、そうですね、そういう部分すごくいいんだけど、うん、私がこれはこの試合そのものとは別にね、うん、例えば労働基準法ってやつがあって、うん、これがもし仕事だったらって考えて、うん、プロの試合だったと考えると、うん、労働基準法に違反なんですよ、うん、そうですね、うん、8時間労働とかあるじゃないですか、うん、週にこんなにやっちゃいかんっていう風になってるんだけど、実はアマチュアの練習の方が時間の縛りとかきつかったり、うん、甲子園の強豪校なんかだと1年365日練習する学校があったりするんですよ、うん、ありますね、あれって明らかな児童福祉法だとか労働基準法の違反なんですよ、うんうん、でもあれ仕事じゃなくて自発的な練習だからっていうことで、うん、本人が好きでやってんだから法律の及ぶとこじゃないだろって話でなってませんけど、はいはい、でもそういうものをめでたりとか、うん、そういう頑張り方をしてるとかいうことを、うん、なんか美談にしていくとか、うん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 、いい話に落とし込んでいく流れっていうのは、うん、私は気分としてブラック企業の中で300時間働きました、450時間働きましたっていう人をスーパー管理職としてもてはやしている空気と、うん、実は根のところではつながってるものがあるんじゃないかと思いますよ、うん、確かにおかしなことはちゃんとおかしいで美談にしちゃいけないってのありますよね、 そうそう、うん、それはおかしいことおかしいんだから、だって日本の部活ってね、週6日練習する部活いくらもあるんですよ、野球に限らず、ありますよ、であれね、実際週6日練習すれば3日より上手になるのかっていう問題でもあんまりなくて、そうなんですよ、競技的には週3日以上やるとマンネリ化しちゃってルーティン化しちゃってちょっと、うん、技術伸びないよと、だから3日ぐらいでやって自分かその間休む時間と考える時間持てよっていう風になってるわけですよ、うん、よくある、そっちの方が合理的だったりしますね、うん、でもね部活ってそういうもんじゃなくて、うん、人間が高校生は試練に苦しいことに耐えろよみたいなことだとか、うんうん、あとこういう子たちを3日も休ませておくと飛行化するからとかいう昔そういうのよくあったんですよ、ありましたありました、部活ってそのイメージ、エネルギーが有り余ってるものをみたいな、高校生遊ばしておくと盛りにまた溜まってろくなことないから、はいはい、とにかく朝から晩まで走らせておけみたいな、はい、そういうものになってる気がして、私はこれはね、小木さん、小木ママとは別の意味ですけど、そうですか、ちょっと考えろよということを、高野連は考えた方がいいな、確かにですね、そう高野連ね、確かにね、これはね、高野連って今の高野連の会長さん70いくつだったかですけど、その前の方は多分90歳だった、うん、だから90歳の人が会長やってるというような、うん、びっくりするような組織ですから、ね、うん、なんかねこの古式ゆかしいというか古風というか、なんかね軍事教練みたいに思ってるようなと気味があるんですよ、なるほどね、教育とはそんな結びつかないような気がしますもんね、うん、だって頭を全部丸刈りにしないとっていうのを、ね、あれもう妙な話じゃないですか、うん、別にどんな頭だって野球はできるでしょ、はいはい、でもね、それでその選択肢としてね、うん、絶対にこの義務でやれって言われるとそれはもうあれですけど、うん、やりたいって本人とか思ってるのに、うん、やっちゃいけないってこう世の中がなってきて、無理するなみたいになっていくのも、そうなんです、それがね、おかしい、同じようなことでよく言われるのが、例えば小学生に危ないから刃物持たすなみたいなのは書いてよくないぞとか、あと徒競走で順位つけるのがよくないぞみたいな、うん、変な過保護になるのはよくないよっていうのは、うん、私はまたそれはその通りだと思うんだけど、そこのところのバランスはなんかどっかで取らないとなんだよね、なるほどね、本当、うんうん、そのバランスですね。では続いてはこちらです。これもですねスポーツの話題ですが、新生サッカー日本代表アギーレジャパンの最初のメンバーが先日発表されました。小田島さんはこのメンバーについてはどう思われますか。新監督が一番最初にメンバーを選ぶときっていうのは、はい、その監督のなんかメッセージみたいな部分があって、うん、なるほど、必ずしも現状で日本最強のメンバーを集めましたよっていう意味ではないと思うんですよ、うんうん、私が覚えてるのはオシム監督が初めて
代表メンバー招集したときに、はい、13人だかしか招集しなかったんですよ、うん、いきなりもうそんな絞って25人呼べるはずなのに、うんうん、それがどういう意味があったのかっていうと、こんな大切な時期に代表戦で、うん、リーグが大変な時に、あるいは海外に移籍して、はい、そこでポジション争いをしている選手をあんまり引っ張ってくるのは良くないぞっていうサッカー協会に対するメッセージだった。だからあんまり代表戦を組んで選手を好き勝手呼んで代表サッカー協会が儲けようとするのは良くないじゃないかっていうメッセージだったと私は、まあ、よくそう言われてるんですけど、うんうんうん、であんまり人数を呼ばなかった、うん、でしかも呼んだ人メンバーがすごく地味な選手、うん、で地味下手とかうまいとかいう意味じゃなくて、うんスポンサーのついてない選手ばっかり呼んだんですよ、うん、だからどこどこの、コマーシャルに出てるとか、うんうん、なんとかのあれでイメージキャラクターやってるとかいう選手を全部外して、うん、サラナ選手ばっかり呼んだのは、うんうん、あれも協会に対するメッセージで、なんていうの、協会が商売するための代理店がついてる選手だとか言うんじゃなくて、自分はサッカー本位で選ぶんだよってことで、まあ、一発かましてくれたんですけど、うん、アギレさんも若干そういう匂いしますよね。あ、そうですか、うん、これって、アギレさんメッセージとしてはどういうのを、この人はやっぱり若くて無名な人をいきなり選んできてる、うん、5人混ぜてきたのは、これからは前の実績だとかじゃなくて、よく走る、うん、若い選手を自分は重用するんだよってことを言ってるんじゃないかなって感じがします。そういうサッカーを私は作っていきますよってことですか、うん、だからリーグで無名の若手選手がいて、うん、自分なんかとても声かかんないんだろうなと思ってる選手にも、君にも声がかかるかもしれないよっていうメッセージを、うん、密かに発してるんじゃなかろうかと、私も不勉強で酒井達也選手とか皆川雄介選手とか、うん、初めて聞きましたからね、そういえばあの選手かっていうふうに見て思い出しましたけど、だから割とそれぐらい注目度の低い選手を結構選んでるんですよ、なるほど、初選手のメンバーがね5人いる、やっぱあれなんですかね、アギレさんとか、まあ、試合も直接見に行っても何試合もあると思うんですけど、はい、全部は見れないじゃないですか、はいはい、あとは何ですか、やっぱ協会とか用意したビデオとか、そういうことだと思いますよ、ずっと見たらこいついいなこいついいなってやっていくことですか、自分の決めたスタッフで、ある程度ベースを踏んで、なんか何人か新しい人を呼んでということの中に、なるべく若い子呼ぼうよとかいう話で、うん、別に親善試合だから絶対勝たなきゃいけないってわけじゃないから、うんうんうん、じゃあもう初戦のウルグアイ戦というのが9月5日金曜日にありますけれども、はいはい、これはもう勝つ負けるというと勝ち負けじゃなく、新しい戦術はこうですよとか、うんうん、自分はこういう練習をするんですよとか、うん、こういう基準で選手を選びますよっていう、なんて言うんでしょうね、方針を方針示していく、姿勢方針演説みたいな意味がちょっとあるんだと思いますね。じゃあこれ見ればアギーレジャパンのサッカーのやり方が分かるってことですか、こういうことをやるんだろうなっていう、これで勝ったり負けたり機能したりしなかったりで何回かやり直しがあって、うん、そのうちに決まっていくんじゃないでしょうかね。じゃあもう最初の試合は割とどんどんいろんなことを試すって感じですか。そうですね、あと、アギレさんもそうだけど、サッカー協会がどういう選手を売り出していきたいのかなってこともちょっとあるような気がします。フォワードの武藤義則選手って、はい、FC 東京の、はい、イケメンの慶応の学生のっていう、はあ、22歳、武藤義則選手、はい、この人はなんか協会が推してる感じが私は感じられます。スターに育てようと、NHK のロングインタビューにいきなり来てるとかね、いろんな雑誌のグラビアに 入り込んでるとかいうのは、やっぱり若干プッシュがあるんじゃないかと。なるほど、じゃあ4年後にはもうこの子がものすごい人気者 で、この子が素晴らしい選手かどうかはまだちょっと未知数なんだけど、やってみないと分かんないですね。でもね、スター選手ってやっぱりどっか必要なとこがあって、うん、キャーかっこいいみたいなことで女性ファンが増えると、それにつられて間抜けな男性ファンが寄ってくるみたいなねなんかそういうスパイラルってあるんですよ。人を集めますもんね、うん、そうですよね。話は変わりますが、香川選手、そうそうそう、ドルトムントに戻るという、あ、これどうなんですか。いや、良かったと思いますよ。これいいんですか。うん、私はマンチェスターユナイテッドが今結構ひどいことになってますから、あそこから抜け出したのは、むしろ
長い目で見れば朗報だったんじゃなかろうかと。そうですね、監督も変わっちゃってね。そうそうそう、今ごちゃごちゃですからね、そこね。ああそうですか。やっぱドルトムントはすごく香川を高く買ってくれてましたし、そうです、うん、戻ってくるんだったら持ってこいよって感じですか。分かってる選手が結構いますしね、戦術的にも、はい、ぴったりはまるようにできてますから。おー、うん、私良かったと思ってます。ああ、良かったですね。じゃあ別にこう格下げとかそういうことじゃなく、うん、ってことですね、うん、あったチームにまた戻るというか、格下げでもありますけどね、うん、でもそれはそれいい経験というか、出る方がいい、試合に出る方がいいですし、はいはい、そこでチャンピオンズリーグみたいなところで活躍してもずっといいですから、ね、なるほどなるほど。いや、サッカーもまだまだね、いろんな話題が入ってきますね。ようやくサッカーが始まった感じで嬉しいですね。終わったと思ったらもうすぐ始まっちゃうんですね、うん、そうなんですよ、ね、クラブチームも含めね、うん、はい、いろいろ話題豊富でということでね、今週水曜日には組閣もあるということで、来週はそんな話になるかもしれませんね。小田島さん、週刊日本の空気コラムニスト小田島隆さんでした。どうも、今週もありがとうございました。TBS ラジオ玉結び玉結び